レオポンとは、ヒョウの父親とライオンの母親から生まれた雑種である。頭はライオンに、体はヒョウに似る。レオポンは、ヒョウの英語名、レオパードとライオンの根性語。すなわちこのような場合、一般に、父親の英名の前半部分と母親の英名の後半部分をつないで名前をつけることが慣例となっている。最初のレオポンは1910年に、 インドマハラシュトラ州のコラプールで誕生した。2匹が生まれ、うち1匹は2ヶ月半で死亡した。その後、1959年に、兵庫県西宮市の甲子園阪神パークで出産に、成功、ドイツハンブルクのハーゲンウェック動物園、また、イタリアでも誕生した。自然界においては、ヒョウとライオンは、生息地域こそ重なっているものの少なくとも頻繁に、 交尾することはない。基本的に種の分類は生理的分離、繁殖隔離や生態隔離などを根拠として定義づけられている。人工飼育下であれ、レオポンが誕生したことは、両種の間に純粋な繁殖に関する生殖的隔離がないことを意味している。もちろん、前期の通り自然界では、レオポンの誕生は全くないか非常に少ないと推定される。 したがって、動物園でレオポンを作るにあたっては、ヒョウとライオンを幼い時から一緒に育て、交尾に際しては、精神は安定剤を与えるなどして、過労じて成功したものである。統計的に優位ではないが、レオポンは一大雑種であり、生殖能力はなく、レオポン同士を交尾させて、子孫を作ることはできないとされる。現在では、生命倫理の観点から、 レオポンを作る試みは行われていない。しかしながら、交雑の減少や、その結果については、生物学的に重要な事項という見方もある。阪神パークでのレオポン計画は日本で最も成功した例である。ヒョウの甲子優を、父親、ライオンの、その子を母親として1959年11月3日に最初の2頭が誕生した。兄は、レオ吉、妹は、 ポンコと名付けられた。1961年6月29日に3頭の兄弟が誕生し、ジョニー、チェリー、ディジーと名付けられた。1967年頃、虎の父親とレオポンのディジーからタイポンを作る計画があったが、レオポンの生殖能力の低さなどから実現しなかった。1970年にディジーが婦人病。1974年にポンコが観光編。 1977年に、レオ吉が老衰、チェリーが腸の癌で、それぞれ死亡。最後に残ったオスのジョニーが1985年7月19日に老衰で死亡後、後頭すべてが白星となって、阪神パーク閉園まで展示された。阪神パーク閉園後、レオ吉とボンコは、天皇児動物園、チェリーとディジーは、国立科学博物館にそれぞれ引き取られた。 ジョニーだけは、西宮市の管理となり、市営リゾート施設のリゾナルオハマで展示されている、オスのレオポンの剥製メスのレオポンの剥製。ありがとうございます。